はい、大家好、こんにちは、シャンメイです。本日もマージマンション続きをやっていきたいと思います。あ、そういえばこちら模様替えをいたしました。まだクリスマスも良かったけどちょっと着替えてみた。もう1ヶ月もすると、だってもうバレンタインだよね。あとこれねこれID だったっけ？なんか媒体をまたいでも、ID でよかったっけ？これ。あ、ID でよかったかな？ ID 登録をするとね、もらえるという、この、なんだろう。マッチョメンが羊を掲げている謎の、なんだろう、トピアリー。これ庭に置く勇気はなかなか、自分家の庭に置けって言われたらなかなか勇気いるな。この辺はね、ちょっと、結構ね、気に入ってるのがこの、なんだっけ。占いだったっけ、ハロウィンだったっけの、この舞台ね。屋台というか。すごい可愛いよね、これ。車の後ろとかにつけてひょっとして移動させることができるのかもね。滑車扱いで。かわいいよね。で、これは海賊船にしてみた。いやー、キッチンカーも良かったけどな。キッチンカーかちょっと迷ったけど。いやー、クリスマスもね、いいんだけど、ちょっと時期を過ぎたなと思って。さあ、じゃあね、そろそろね、やらないといけないんで、これ。ガレージ美化計画、クリアしてきますか。あと10分しかない。だけでこれで完成かな。5シート目があるなんてそんな恐ろしいことはないよね。よし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 。だけでオールクリアですね。まあもうちょっと粘って、時短使ってね、出せばよかったかな。これ、水平器を。時短が余ってることを考えたら、それもありだったかもしれん。うん。まあ、いいや。じゃあね、今から、今イベントが特に、この1ヶ月イベントの、新年の抱負以外は特にないので、メインをね、進めようかなと思います。昨日出てた、ラッキーキャッチ。あれね、結局地下を一周、身受け取りのところ一周してみたんだけど、特にゲートもなかったので、おそらく予告だったか、なんか表示ミスか、どっちかかな？と思います。もうどっちでもなかったらわかんない。あとはハンマー。ほうきはね、まだできませんね。水切りワイパーすらできていない。待ってよ。ハンマー。作ったら、収めれるかな。よし。フローリングを修復する。OK。ん？ほっこりを払う。モップが取られた。バッテリーを合成したばかりだな。ちょっとこれを、どうせまた言われると思うので。ちょっと待ってよ。これをね。これを、
掃除機ぐらいまでは作っておくか。どうせね、いるって言われると思うんだよ。掃除機、またはそれに類するレベルのものがね、いるって言われるに決まってるんだ。この辺売っちゃうか。まあ、ついでにね、この辺が出ればいいなという。ゴミ袋半端だな。まあ分解してもいいけど。イベントとかは何も始まってないよね。スキップ。あとは掃除機できた。いつもね、だいたい掃除機、あ、これ回収できる。あと、あんまり日がなくなってきたな。なんか余裕を見しとったけど。うん。あとは、どうしよう。また半端になったからもうちょい。使おう。よいしょ、よいしょ。こうだな。うん、分解かな。まあいい、ハサミはいっぱいある。分割。しまう。だけど収めよう。壊れた船の模型を片付ける。これ船の模型なんだ、ちょっと。ああ、よく見ると、船の模型っぽい。片付ける。そんなに大変じゃない。問題はこれだな。さっきモップがね、持ってかれたからね。ふっふふふ。どっちから行こうかな。まあ、木材からかな。例えば、明日600回目だの、なので、なんかやるかもしれん。なんかまた質問とか、もしくはなんかコメント欄になんか質問とか書いてあったら、答えれるものは答えるよ。質問がある人がおるのかどうかちょっと全然わかんないけど。あとはまあ、あとはなんか配信者向けの20の質問とかそれくらいあったら探してきてやるかな。明日の話なのに何も準備してない。急に思い立ったので、まあ思い立ったがね、吉日と申しますからね。やっぱやろうと思ったことをね、実行に移す。これが大事。裏で結構使ってたから、裏で結構使ってたから。木材が結構ピンチ。回復が結構かかるんだよね、木材。次々と。大丈夫か。なんとか耐えてくる。よし。これであとバールは1本。
スペースがあれだな。バール1本作る。これの上か。まあそうだな。ちょっとスペースが危ういけど、いけるじゃろ。便器缶ね。これで収めていきますか。フローリングを修復する。あ、そっちも別扱いなんだね。掃除機を作ったところやっちゃったな。 待ってよ。テープメジャー、これは売るか。じゃあいいや。ロッカーが、回復がかかるから、まずロッカーを使います。ロッカーを使い切ります。そして、待って、体力がない。はあ。そっか、昨日と同じ日に撮ってるから。ダイヤ20はちょっとやだな。時間短。回復アイテムないですか？無限を使うほどでもないよなぁ。いや、でも20使うか。さっきちょっと稼いだし。20使おう。ロッカー。今日ちょっとでもさ、進めておかないと多分イベントがまた何か始まるよね。何も始まらんかったらそれはそれでちょっと。ロッカーを使い切ったらば、多分こっちのレベルはまあいいかな。7まで。7は使い切ろう。ああ、どうしようか。まあいいや。で、ロッカーを使ったらね、ジタンを行きますね。意外と回数残ってたな。でもなんか、やっぱしょぼいな。レベル10に比べるとやっぱ7はだいぶ落ちるな。ちょっとだけ。じゃあ、こっちも切れてることなんで、切れてるので、まあ8時間使うか。いっぱいあってもしょうがない。で、まずロッカーをね。ロッカーを切りのいい状態にしたい。ここでやめたら、ぐさく。ちょいね。9にしたいね。9にして、
8時間だからまあまあ回復してるとは思うんだけど。よし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 。しめしめしめ。しめしめ久しぶりに使ったな。日常会話じゃしめしめ、しめしめ言わんもんね。というのモップで一回止めておく。で、こっち。ちょっとこれをハサミ使うのはな、絶対いるもん、この上のやつ。水平器と水平器とテープメジャー。待って、体力がもうなくなってきた。これは次回か？せっかく使ったけど。は。水平器できた。テープメジャー耐えてくれ。乾電池。ちょっと待って。どうする？もうちょっとなんです。テープメジャーまで。これの上だよね。あと9秒待ってくれ。いや、でもこれ鉛筆が出そう。鉛筆っていうか、これ鉛筆だった。いくぞ。鉛筆出た。あと2分。あと2分だけちょっと待ってもらっていい？あと2分だけ待って。で、2分ってでも長いよね。動画カットするか、2分だけ。それがいい。あ、1個空いてる。ちょっと待ってよ。何をしまうか。掃除機しまっとくか。いや、これだな。しまうべきは。便器缶は本当はね、多分いらないんだと思うんだけど。手袋も4つもいらん気がする。だが、だが、人間ってあれだよね、きっとね、なんか、不足を感じた後って、非常にそのアイテム、その物体が、こう、惜しく感じられてしまうんだろうね。そう、先日ペンキ缶の不足、そしてネジの不足を感じ、ペンキ。で、手袋もちょっと若干心配だなって思った結果、こんなことになっておる。解雇はいらないのは分かってるんだけどね。解雇は、ちょっと体力的に余裕があるときに、毛糸玉を作りたいなと思って。毛糸玉ってさ、途中までしか作ったことないんだよ。あの、ワックスを見たことがないんだよね。何になるあれ？あ、これこれ。毛糸ね、9までしか作ったことなくて、モザイクアートもね、10までしかなくてね。でも、モザイクアートに関してはもう10、11、12に関してはさ、B カードを使っても許される気はするな。ちなみに、毛糸ってこのね、最初は眉で出てくるから、実質的にレベルが全部1個上だと換算した方がいいんだよね。あ、いつの間にか回復していた。いや、これでテープメジャーもできたんで、そろそろ 80% いきますか？テーブルを置く。いいぞ。床は直してないのにテーブルを置いた。あ、これもいけそうなんだけどね。体力さえあればな。くぅ。まあ、いや、この辺はまた体力の回復を待って。あと、これはね、赤箱、もう一個出しておきますね。また、次回のために。今日はこれくらいかな。モップが奪われたので、先ほど。もう多分、放棄ができるのは、もう、あさってか、早ければ去って。
遅ければしあさってだと思います。もっとかかるかもしれん。いや、まあ、もう一個の方はね、フローリングの方はすぐできると思うので。そうだな。一応、廊下の方は80パーまで行ったんで、まあ、あとは、そろそろ書斎？もうそんなこと言うか、バスルームがさ、水漏れしてるから、そわそわしちゃう。この様子見てると。ね。書斎よりバスルームだろうって思っちゃうもん。急ぐべきは、この水漏れ。やばいよっていう。水漏れてると、家屋ってあっという間に傷むからね。雨漏りとか水漏れはもう、速攻で直さないとね。あと、窓ガラスの破損。この辺はね、すぐ直さないと。水が入るとすぐ、住宅は傷みます。すごい綺麗な住宅がね、もう、1ヶ月でぐちゃぐちゃになるからね。よし。というわけで、今回はここまでにしたいかなと思います。どうかな？まあ、これはだいぶ、すっきりはしてきたが、まだまだだね。というわけで、ご覧いただきありがとうございました。また次回配信でお会いしましょう。失礼します。